住吉川。住吉川は、神戸市東部を流れる河川。二級水系の本流である。六甲山麓から短く下る急流であるため、洗浄地が形成され、中流では、天井川となっている。急流に加えて、生活排水も流入しないため、市街地にもかかわらずホタルが生息するほどの清流。またこの水が、那だい里における酒造の一端を担っている。 反面、阪神大水害をはじめ幾度かの水害をももたらして、きた。人々のランニングのコースともなっている。衣装案をはじめ両岸には大規模な邸宅が多く、旧住吉村の流れを受け継ぐ阪神間モダニズムの住宅地の一角をなす。六甲山、標高931メートル南陸に橋、上流は五序橋断層に沿って南西方向へ流れる。 断層谷であり、3階を深く侵食、分断して、同断層の路頭が見られるご上園亭で南へ向きを変える。山間部を抜けるあたりで支流の西谷川を合わせ、市街地に流れ下る。中流部で天井川となり、東海道本線が家庭の下をトンネルで抜ける。ここから川口までは、六甲ライナーが流路に沿う。谷崎純一郎の宮廷である伊昌庵を西に見て、 阪神魚座グ・キ駅を過ぎ、六甲アイランドを正面に迎えて、大阪湾、東神戸港へ注ぐ。住吉川は、地理と歴史が密接に関連している。一家に順を追って小説する。住吉川は、六甲山系の中でも一番標高の高い、六甲山からの水の流れであるゆえ、高低差により発生する急流で上流の土砂を多く、下流に運び、なだらかな洗浄地を形成した。 利水の良さから、江戸時代まではおおむね集落のなかった旧宇内群部の中で住吉川流域の戦場地では、古くから集落が形成されてきたとされる一方で、高宇治の集落への浸水を防ぐための堤防が、築かれたことで上流から運ばれた土砂の堆積範囲が、集中化し川床が上昇、天井側化が進行したとされる。近代化にあたり、明治初期にいち早く国が、 鉄道商船、現在の東海道本線の大阪神戸間。以下、時代に応じて商船があるいは JR 線を付設。当時の鉄道車両の動力性能上、勾配がほぼない水平な路盤形成が必要であった。ことから、すでに天井側となった住吉川の地下を鉄道が通るように建設された芦屋川や六甲道駅周辺高架構えの石屋川も同様。 1871年に完成した日本最古の鉄道用地下トンネルである。また、東海道本線が全般的にほぼ直線の線形で付設された中で、摂津本山駅から六甲道駅西側にかけては緩やかにカーブが連続するのは、住吉川と石屋川、およびそれらの川を中心に形成されたそれぞれの線上地を当時の地形でほぼ同一の標高で通過できるルートが、 選択されたためである。対象に入り、阪神国道、現在の国道2号の建設が行われることになった。この時、当時の住吉村と六甲村は、阪神国道の勾配を可能な限り小さくするべく、住吉川と石屋川の底さらい、川床に堆積した土砂を撤去して、川の高さを下げる工事を実施している。両河川及びその周辺の地形を変える。 歴史に残る大きな工事となった。ただし、すでに鉄道商船が両河川の地下にトンネルを建設し営業運転を開始していたため、商船より上流の底さらいができなかった。そのため、商船と阪神国道の間の部分で、両河川は急に川底が下がる地形となり、急流化を防ぐ目的で川底が段々化されている。 商船と阪神国道の距離がやや離れていた。石屋川では、阪神国道は、ほぼ定のない横断となったが、住吉川では、商船と近接位置にあることからそこさらに限界があり、両岸約数百メートルにわたって、勾配のある横断となった。JR 線以南についてはこの地形のまま現在に至る。なお、現在でも国道43号を上に建設された。 阪神高速神戸線は、住吉川を境にして上下線とも上り、勾配が続いており、住吉川の線上地帯であることが伺える。一方、JR 線以北については、1938年の阪神大水害で地形の変化があった。阪神大水害で住吉川が氾濫したことはよく知られているが、これは、六甲山から流れてきた巨岩や巨木が、 阪急神戸線の隅川橋梁、鉄橋に引っかかり、これらが川の流れをせき止め、周辺に溢れたものである。その流れの勢い及び量は、想像を絶するもので、阪急の鉄橋ごと下流に流されながら渦漏れたとされ、結局、その所在が不明のまま巨岩は、陸軍工兵隊によって、現場で爆破、粉砕処理された、この処理のうちに、鉄橋も粉砕化されたとの説もある。 この阪神大水害で JR 線以北の川床及び堤防が高くなった。当時の阪神急行電鉄、阪急は、この高くなった住吉川を乗り越える形で復旧を行い、岡本駅から住吉川橋梁まで急勾配が連続する線となった。この復旧に際し、地下トンネルとはせずにあえて連続急勾配で乗り越えるものとして背景は明らかにされていないが、 小林十三が地下トンネルを嫌っていたことが関係しているとの説ある。1960年代、渦、森山を切り開いて、渦森大団地を造成する際、川の両岸の河川敷の部分に専用道路を建設し、土砂を運搬した、当時の神戸市長である原口忠次郎の発案になるという。この道路には、ダンプ道路の異名が付けられた。造成が完成した後は、 清流の道という遊歩道になっている。川魚では、神戸市内の河川で一般的に見られるオイカは、川ムツ、川ヨシノボリのかにタカハヤ、高ハやアマゴなどが生息。アユも人口の小滝が多いながら中華流域で見られる。昆虫は、トビケラ類、カゲロウ類、カワゲラ類の他上流では、ゲンジボータルが見られる。その他サワガニやカワニナなど、多数の水生生物が住む。 また全域にわたり堆積した砂の上からヨシが群生しておりヨシワラを形成するが、希少部や内輪ゼニグサ、大川シャ、クレソンなどの外来種が侵入して分布を広げている。水鳥はアオサギやカルガモやカワセミなどが見られる。加工はされき混じりの狭い干潟であるが、生物種が豊富で、都市部における生態系の宝庫である。例えば無数の富士壺、紫以外、 マガキ、流れカンザシといった、着生生物、各種の巻き貝やヤドカリ、カニ類、長官体の転石や、テトラポット状には、縦じまいそぎん着がついていることがある。近畿方言の敬語において、京都や大阪では、春、神戸や晩秋では、て、やを用いる、礼、言っておられる、イコール言うてはる、言う、とってや。1958年に、 鎌田良事が春と手、矢の境界を調査したところ、住吉川を挟んで、元山町伊藤では春、三影町伊勢では手、矢が優勢であることが分かり、鎌田は元山町と三影町の間が大阪弁と神戸弁の境界といえる旨を報告した。そのことから方言研究者の間では、住吉川のことを出矢春川と呼ぶことがある。 もっとも、現在の神戸市では、大阪弁の影響によって、て、やが衰退しており、春と、て、やの境界は、住吉川よりも西へ移っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。